国際児童年の国際公式論語2つの像は両親と子供を表現したもの。この像は家族と名付けられている。ジュネーブの国連事務局前の庭園に設置されている。ユネスコが1979年国際児童年を宣言した。この宣言は1979年1月1日に当時の国連事務総長のクルトワルトハイムによって署名された。 この宣言は1959年の児童の権利に関する宣言のフォローアップであり、栄養不良や教育を受けられないなど、世界中の子どもたちに影響を及ぼしている問題に注意を喚起することを目的としたものである。これらの努力の多くが1989年の児童の権利に関する条約に実った。1月9日に、 国連総会で開催されたユニセフ音楽コンサートなど国連内容予備加盟国で多数のイベントが開催されマサチューセッツ州ボストンの WBZTB4 と他の4つのグループ W ステーションが開催されたボストン顧問からの祝祭キッズフェアを主催しその模様が放送された1979年12月1日にニューヨーク市の国連ビールで 子供向けの国際的な漫画や短編映画を上映する映画祭が開催された。カナダのアニメーターで監督のユージーン・フェドレンコは、カナダ国立映画委員会の映画、すべての子供彼らは自分の関心事で忙しいので、誰もが望んでいない無名の赤ちゃんを中心に、これはすべての子供が家庭を持つ資格があるかの重要性を説明するために使用された。 効果音は、レマイムズエレクトリークの声を使用して作成された。ありがとうございます。